来ましたね。こんばんは、えりちゃん。元気ですか？新しいモデルですか？型的には、はい、今後期、まあ、前期後期があって、はい、前期ってやつじゃない。一応おしゃれで、めっちゃおしゃれです。前期の前期って感じで、あ、限定13台です。マジっすか？はい、限定13台。限定13台 S4 っていうんですか？ S4 ってなんか S4 が10周年の時で13台だけアウディジャパンになってます。めっちゃレアじゃん。抽選ですか？いや、もう人気ないんで。え、人気ないんすか？でも13に来て、でもたまんないですよね、そのレア感は。いやいや、もうレア感もたまんない、限定。早上がり。今そうですね、ちょっと調整しちゃったんで。エアロもついたんだ。リアの TRD ですね。サイドスパック。ここっすね。そうそうそう、はい。あ、結構出てますね。存在感あるね。これがなかったんで、ここまで。あ、だいぶ増えるわ、面積が。あっちからもつながってるようなイメージで。そうそうそう、あ、結構急ピッチでやりますね。すっげえ。リアのタダでもらったやつ。え、ラッキーじゃないですか、それ。ラッキーっす。塗装代と。はいはいはい。脱それだけですか？じゃああと調整して下げられるにすると。そうすると、また入院なんですよ。ああ。闘魂入れます。あ、なるほど。闘魂とエアバッグのエアホースは2バックなんで、はい、今度イデアルの3バックに変えて、はい、メーガンだったら安いんですけど、はい、メーガンだと逃げないって言われて。あ、調整幅が多いんですよね。それを今見積もり待ってまた入院です。そうするとフロントもっと下げられるって言ってたんで。ああ、はいはい。やっぱ置いた時にね、ベタっといきたいじゃないですか。そうせっかくエアサスなんだから。だぜ、綺麗に。そうすればもうね、もう完成っていうか、完成すればでもベッドベタじゃないですか。ね。フロントがだいぶ